中長期的な日本の課題です。各党にじっくり聞いていきましょう。消費税、そして社会保障、このバランスをどう考えるのか。まず日本のところ、中野さんお願いします。私たちはずっと消費税に手をつける時はデフレ脱却の時です、こう申し上げます。しかしただ単に 10% にすることを延期しろと言ってるわけではなくて、大体の政策として、上智大学の大和田武義教授がもともとの発案者でありますけれども、消費税マイレージ制を訴えております。もう飛行機に乗ればマイレージがプラスされる、あの発想なんですが、65歳まで消費税支払う、それを金利つけて65歳になったら還付をする。